かってば。セルカがいない？うん、ここ数日見かけないんだ。あいつが呼んでも出てこないなんて珍しいですね。ここにもいないか。伊吹さん、どうした？セルカを探している。少し前に見かけた時に妙なことを口走っていてな。あれは店長代理、お手伝いありがとう。いや、お前が声当てるのかよ。もうちょっとなんだけどな。難しいね。完成したらドッカーンってなるんだよ。にゃー、何のためにだって？決まっているだろう、支配だ。所詮人間など何もわからぬバカばかりだ。ならばセルカがこの星を正しい世界に導く。セルカこそがこの星の先導者だ。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。なんだ？本当にセルカがそんなことを言ったんですか？猫が鳴いたあたりからはアドリブだ。アドリブ入れんな。ちょっとした遊び心だ。話がややこしくなるのでやめてください。ドッカーンなんて本当に言ったのかよ。他にもこんなことを言っていたな。キラキラーってみんなお星様になっちゃうの。綺麗だろうな。にゃー、そう、それこそが我が悲願、我が野望、オペレーションアニベルサーリオ。全ての愚かなる人間はこのセルカの前にひざまずくのだ。ジャム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 。だからアドリブやめろ。よくわかったな。わかるよ。セルカがそんなこと言うわけないでしょ。しかしアドリブ部分以外は真実だ。ドッカーン、みんな星になる。何か不穏なイメージを抱かないか。それはあいつ大変だよ。この星に爆弾が仕掛けられてる。爆弾？